キューカレスカノラスカノラス、マシケーパストリアタムナフヒタキとは、スズメメヒタキ科に分類される鳥類の一種である。体長は13から15センチメートルで、エゾビタキに比べ一回り大きい。体重は12から20グラム。くちばし、足は黒色。体上面は肺褐色で、喉から体下面はお白色である。頭頂から口頭、胸などに褐色の縦半の模様があり。 木下などにも不明瞭な縦藩がある。右腹と三列風切りは共に黒か四色で円は白色である。それ以外の風切りはオハは褐色である。西はヨーロッパ、東はバイカル湖の周辺の地域で繁殖し、アフリカの中南部などで越冬する。日本では2004年に石川県のヘグラ島で一羽が観察された記録が1、例ある。 世代の長さは2.9年である。森林、低木地、サバンナ、農耕地や都市部などに生息する。空中を飛ぶハエ、ハ蜂やアリなどを主に食べるが、無脊椎動物や果実なども食べる。ヨーロッパでの繁殖期は5月の中旬から8月中旬である。巣は小枝、落ち葉、苔、チー類、羽毛などで作られる。一度に2個から7個の卵を産む。 日本で確認された個体はこの亜種の可能性が高い。ほとんどの場合は4個から6個を生む。ひたきか、ありがとうございます。